おはようございます。我がんせの影げやんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。ということでね、えー、今回はですねこう、休みの日にですね、僕はこういろいろとねこう、用事というか、例えば散髪に行ったりとかね、えー、他にこうなんか買わなあかんこう、買い揃いとかなあかんものをこう 購入しに行ったりとかあとかあ病院ですね病院で行かなあかんところに行ったりとかこうするんですけども、えー、その中の一つでですねこう僕は1ヶ月に1回皮膚科に行ってるんですね皮膚科、えー、で皮膚科に行ってですね、えー、まあだいぶこう今調子はいいんですけどもちょっとこう皮膚がこう 乾燥するというかねそういうところがあってっていうのでこう行っててほんであの保湿剤ですね保湿剤をこうよく毎日のようにこう塗るんですけどもこれでだいぶこう皮膚の改善はこうしてきてるんですけどもでその皮膚科に、えー、午前中に行くんですけどもその,その皮膚科は、えー、8時45分から始まるんですけども9時からはオンラインでね予約 が取れるようになってるんですねでオンライン9時から予約取れるんですけど8時45分までにこう、えー、病院の前で待っているとこう中にこう入り8時45分に病院が開いてですねで入ってで、えー、9時の予約までの間にですねその当日その予約せずにこう来た人間がですねその入れるようになるというかうん。 でたくさん並んでたら、それは9時の予約の人が予約が優先になるんですけども、9時まで15分間あるんで、その間にね、こう予約せずにこう受診できるっていうのがあるんで、それで僕はだいたい8時半とか8時35分ぐらいにこう、えー、並びに行くんですね。でで並びに行ってほんで朝こうまあ 早い時で1番、1番最初になることもあるし、2番目、3番目、4番目、その時によって違うんですけども、それでこう受けるようにしてるんですけども、その時にね、こう皮膚科の、こうだからそういう,こうお店お店じゃないわ、その病院がオープンするまでの間にね、こう待ってるんですけども、でこう病院の前にはこう丸い子がですね、3つほどこう用意されてるんですね、丸い子が3つほど。で、待っている人がこうそこで座って待つことができるっていうことなんですね。 うん、で僕が、えー、車を止めてほんで車結構駐車場止まってるなと思って止まってるなと思っててほんで僕がこうな並びに行こうと思って行ったらですね、えー、2人こう女性の方がこうもう丸い子に座ってたんですねで3番目が僕やったんですで3番目が僕やったんですけども、えー、そのその牛あ牛あの椅子に座っちゃうとですね、あのー 次来た人がもしこうお年寄りの方とかまあ子供連れの方とかねえそういう方が来られた場合に僕は席を譲るんですねその。でえ僕みたいにこう健康な人間というかこう丈夫な人間がこう座って お年寄りの方がこう立ってなあかんっていう状態は嫌なんでこう椅子をなるべくこう譲るようにするんですけどもその誰か来られてこう譲るっていうのがなんかもう邪魔くさいというかなんかこうわざわざ譲,譲りますっていう感じでこう譲るのもなかなかこうあれなんでえもう立ってたんですね。椅子をこうずらして次の人 どうぞ座ってくださいっていう感じで僕は立ってでこう本を開けて読んでたんですねで4番目の方が来られたらこう座ったらいいかなというふうにこう思ったんですねそしたらですねこう次にこう、まあ、おじいちゃんおじいちゃんですねこうちょっと年上の年配の方が来られてで来られたんですけど4番目に僕が出してた椅子にこう座られなかったんですねで座られなくてですね なんかこう入り口の近い方にこう寄って行ってはったんですね。あれ、座ら,らへんなあ。せっかく開けてんのになとこう思ったんですね。でもまあ、なんか。まあおじいちゃんでもですね。こう年配の方でもそんな座ら座りたくないっていう人もこういるのかな。どういうことかなとか思って。思 ってどうぞ座ってくださいって言おうかなと思ったんですけどそれわざわざ言う,言うのももう大体分かってて座ってないんだろうと思ってそこは言わずにこうそのまま僕は立ちながら本を読んでたんですねそしたら次に5番目にこう女性の方が来られたんです。で女性の方は僕のこう、えー、後ろ側にこう並ぶというかね入り口の僕より後ろ側に並ぶんですけどほんで椅子がこう座れる状態になって。 るんですけどももそそののの女性の方もその椅子にこう座らないとでいですねでこの女性の方がなぜ座らないかっていうと一つちょっと気持ちわかるのがですね4番目にこうおじいちゃんがいますよね4番目にこう見た感じね4番目のおじいちゃんが座ってないのに5番目の私が座るわけにはいかないなっていうようなこう気持ちやったんやと思うんですねそれはこう分かりますよね、うん、その おじいちゃんがこう立ってて自分だけ座ると何かこうちょっとあの申し訳ないなというかそういうようなこう気持ちになるんじゃないかなということでこう座られへんでほで椅子だけがこう空席がこう一つだけあるっていう状態にこう変なこう。 状態にななったんですねなんとなくですけど椅子座れんのにこう4番目のおじいちゃんが座ればこう丸子様さまのに座ら,らへんかったことによって5番目に来た女の人も座れない状態になってでもともとは僕が座っていればよかったなというような状態になるただ僕はこう例えば4番目のおじいちゃんが来た時僕が座ってたらどうぞってこう椅子を出しただろうからでそのことで考えるともうそれはそれでいいのかなとかこう思いながらね ちょっとこう思いながらこう本を読んでてそしたら、えー、いざこう8時45分だったんでこうあのドアが開いてですね看護師さんがどうぞということで、えー、こう入る形になってで一番最初にこう座ってた女の人がまず入りますよねで次2番目の人がこう入っていくっていう形なんですけど2番目のその、まあ、2番目の方もちょっと ちょっと軽く年配の方やったんですけども、その方がこう入る、すっと入らあらへんかった。あれすぐ行かあらへんなーと思って、3番目の僕はその女の人の後ろに立ってたんですけども、えー、その3番目の方が入る前に、この4番目に来たおじいちゃんがですね、2番目に入っていったんですね。で、あっ なるほどと、そういうことかっていうのが分かったんですけども、えー、その病院はですね、こう待ってるとですね、こう早めに待ってるとですね、看護師さんが出てきてくれて、先に診察券とかあの検温とかね、そういうのをこう済ましておいてくれはるんですね。で、僕にはですね、ま、もう僕はだからちょっとこう遅めになったんですよね、35分ぐらい。だからちょっと、あの看護師さん、来られなかったんですよね。 でもその3番目までか2番目ぐらいまではこう済ませてただからおじいちゃんは多分こう2番目にこう椅子に座ってはったんですけどもその診察券渡して検温をこうね、えー、済ませていたからですね看護師さんからですねもうよかったらこうあのー、暑いんでまあ 年配の方なんでね、外だと暑いからね、暑いんで、車の中でこう、クーラーの中でこうね、待っていただいても結構ですよって、こう、多分言われはったんやと思うんですね。ほんで、車でこう、クーラーでこう、涼んではったんやと思うんですよ。ほんで、出てきはったんですね。で、出てきはって、この、えー、3番目のこう、椅子に座ってた女性も、多分2番目におじいちゃんが座って、3番目にその女性が座ってたんやと思うんですで、3番目の、えー、 その3番目の女の人まではそういう検温が終わっててそれでその3、えー、2番目僕が2番目や思った女の人は自分が3番目やって分かってるんですねおじいちゃんが2番目やいうこと分かってるからねほんでこうなかなか進まない状態になってほんでこう2番目のおじいちゃんがこう入ってほんで3番目の3番目の女の人ほんで僕が4番目ということになったんですねだからですねその 4番あの僕の後にこう来た人が座ってくださいと思って置いてた。椅子にそのおじいちゃんは座らなかったということなんですね。それに座ってしまうとですね。僕の後の後の待ってる人になりますよね。僕はそのおじいちゃんが先にあの検温してることを知らないんで、えー、僕からするとそのおじいちゃんが4番目にこうなってしまいますね。で、4番目になるのに、えー、入る時。 すすぐにこう2番目として入りますよねでその時に何かこう言われてもこうややこしいなと思ったんですよね僕にね何か「ああのおじいちゃんあの順,順番通りシーや」とか言われるのもちょっと嫌やったと思うんですねだからあのその中途半端な位置入り口の近い位置にこう立って待ってったんです。っていうことがこう えー、理由というかねあ、なるほど、そういうことでこうおじいちゃんは座らへんかったんやと、でそのことによって5番目に来た、えー、女の人も座れへんというようなう形、たまたま偶然が偶然こう重なって、そういう空き,空き椅子というかね、そういうものができたんだなということが、えー、分かりました。えー、非常にねこの なんか不思議な自分の中でねあれなんか変わったこう空間の感じになったなと思っていたんですね、うん、ああなるほどちょっとそれがこう僕の中でなんかその心理的なことですけど一人一人のその心理的なこうちょっとした動きでこうそういうのがこう見て取れてですね非常にこう面白いなと面白いというかなんかそういうのをちょっと感じたということがありました。 ということで今日はですね皮膚科の待ち時間でということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。